はい、皆さんこんにちは。1時48分しーちゃんですけど、昨日7万負けて8月終わろうかと思ったんですけど、まあね、仕事もいつしてるんだと思うかもしれませんが、夜勤なんですよね。昨日もあの後10時から今日の朝10時までやってきて、今1時50分と、はい、2時間眠ってきましたね。で、収支を確認したら8月プラス1万円でした。また遊べると思って、昨日0回転が4500回転まで回して、ビッグ6バー7回7万円負けましたね。ちょっと長くなりました、聞いてください。その前の日はビッグ0バー5回3万円負けました。で、その前の日もちょっと思い出せませんが3万円負けました。昨日の台は昨日の台ね。で、一昨日と、3日前は同じ台ですね。どちらも入り口側から手前3個目右と左のレーンですね。今日どっちかが空いてればどっちかに座りますね。まあ、予算1万円で行きたいんですけれども、それで収支つかなかったら2万円まで打っていこうかなと。多分私もちょっと寝ないと不死身じゃないので、生きられませんので、2万円ぐらいまで追いかけて、結局8月は負けるか勝つかが今日に決まるということで、そういった動画になればなと思いました。あと一つ言わせてください。3日間でですよ、昨日一昨日3日前で13万なんですよ。3万1000円やったかな。で、3万円、そして昨日7万円なんで13万1000円。この3日間で私が日本一じゃないかな。マイジャグ5だけですよ。マイジャグ5だけで13万1000円負けてる男です。さあどうなるでしょうか。今日もお楽しみいただけたらと思います。ペカるところだけ今日も撮っていくと思います、ね、あの10回転とか当たった後見ていきたいんですけども、この頃ちょっとスマホの電池がですね、容量が悪くてなかなか持ちませんので、今1時50分でした。もう喋って2時になろうと思います、5時間ぐらいは頑張ろうと思います。ただ予算2万円です。行ってきます。角から3番目、右か左か。昨日は右で7万、左で2日間で6万負けてる。13万、もうそれだけ皆さんに伝えたくて、今日はいつもより3倍喋っております。行ってきます。空いてるかどうかが問題ですよね。3日間で13万円、さらに増えるのかどうか。行ってきます。さあ、空いてるかどうか。はい、昨日の私の台が今外れましたね。3個3個はどちら巻いて負けでした。もう1回もあります。悔しすぎる。来なければよかった。この段階だったかな。1日前ぐらいが分かっていたね。どうだった。違う、ここか。あ、分からん、どうだった。以前前出てましたね。今日の7万の台、結局、6の7でやめたんですよ。18の10まで早いですね。どう来るべきですかね。4の4の468、7162、1万円打っていきます。今日1回目のペカリですね、6000円かかりました。663。いやー、まあですかね、やっぱり流れがちょっと今週は悪いみたいですね。ありがとうございます。これがビッグならね、6000円なのでちょうど戻ってくるかなと思ってます。1枚掛けしております。さあ、どっちかな。さあ、これが今の私の実力です。でも久しぶりに EX は綺麗ですね。ジャグレーはしませんので、このメダルですね、102。さあ、ビッグでもね、まだ足りません。ありがとうございます。ここがね、60枚ないといけないんですよね。ちょい足りない。ほとんどの台がそろそろ空きそうなので、3枚入れて、まあ、5回しか当たらなかったです。3回でいきます。これ2、あれから2回目の
てからですね、135でやめようと思って揃えたら当たったという形で、また120人ずつ100超えてますね。これがバーだときついね。きついな。はい、当たりました。ありがとうございます。7の7の77で狙ったんですけど当たらず81でした。やっとジャグレ2回目ですね。さあ、どっちでしょうか。ビッグだと結構プラス。ありがとうございます。アドアスですね、すいません、手が離せなかった。166でまた手からずに当ててしまいました。その後の81じゃなかった、82になってますね。ありがとうございます。はい、アイブジャグラー EX 久々の連邦、ありがとうございます。1枚入れて一応ブドウチェックはねしましょうね。ありがとうございます。はい、取れなかったね。アイムジャグラー EX のいいところは252枚出るところ。2回転目チェリーがね揃って2回転目で当てたら当たったと、狙ったら当たったと。で、先ほど見せれませんでしたが、レインボーは261でした。レインボーの後2回転で当たったという流れです。まさか3回連続来なかったね。けど4回転まではダメか。増えた、枚数が増えた。これだけで嬉しい。まあ、ガッサンがまだ140なので、この台どっちに転ぶかですよね。やっぱり一桁来ないか、2連チャンは。なぜ前のレインボーの後を取らずに、なんかな。はい、では動画をつなげます。はい、あの2回転の後、いや、確定じゃなか、友達とかますんでね、ここはビッグを見たいところです。はい、はい、ダメまたハマるかもしれませんね。10の10になるでしょう、この台は。隣がね、今1の6で110分の1。いいな、ガッサがいいな。隣が珍しいことが起こってます。はい、久々の、久々じゃないか、今日2連しかしてないんだね。さあ、どっちだ。はい、まあやっぱり10の10なるやろね。どうぞ。はい、おー、すごいね、隣の人。さあ、とうとうビッグ来るのか、来ないのか。あーっと、パーですね。もらい子じゃなかった。私は3点しません。投げます。はい、やっぱり3連しません。139、これはね、ブドウを狙いましょう。うわー、チェリーやったかな。多分私の真ん中の目押しが間違ってました。ありがとうございます。あ、それ、はい、どうぞ。結果、さあ、レインボー、レインボー、あー、誰か。さあ、とうとうビッグが隣の人に来るのか。さあ、さあ、どっちだ、どっちだ。よいしょー、1008引く。約800回転ぶりのビッグですね。はい、当たりましたが、ちょっとハマりましたね。賞メダルも全然ドル箱に貯めることができますね。208です。なんとか増えます。また2連チャンはしてほしいですけどね。ずっと2連チャンですね。そうやね、ね、ずっとでした。明日よ、念願の当たる瞬間じゃない、念願のゾロ目チャンス、いきますよ。ゾロ目の音楽聴きたいな。ダメいつもダメや隣の方もギリギリ遊んでおります。で、あれからほら5回も、ね、ビッグ当たってるんですけど、私はハマりましたね。316、どっちでしょうか。
感じは浴びときましょう。からかあれからどれだけの時間が経ったでしょうか。残り30枚、393ね。その前バーやったもんね。よく結構私出してたんですね、銅メダルで。まあ、隣の友達はもう終わろうとします。バイバー。隣はこんな感じ。お互い飲まれそうです。多分ご愁傷様になると思います。ずっと喋ってたんですけど、取れてなかったようです。あのあと1000円突っ込んで、合計7000円入れたところになります。まあ、3000円ですね。で、183で1000円まで、回ってくれて、当たったというところになりますが、まだマイナスになっちゃったので、この音を取っております。隣もね、友達も全部突っ込んで、4000入れていったような形になります。いや、動画つなげれればつないでいきますし、また追加として1枚まで合うと思います。なんとかです。ギリギリ9000円、289。本当に回転がいいですね。助かります。ここはい、ありがとうございます。そういう機会でこのまま昨日の台が見れればね、見ようかなと思います。ちょっと前手を出して行きますね。昨日の台は24回、225。これが私は昨日一人そこにいた台。結局台も悪くなってますね。1383。とにかく7万ね、かけたね。トイレに行ってきます。はい、すいません、やめきれずですね。300台入るかなんて入らず、1万4000円ですね。失敗がけをしております。で、友達が売ってた台やばいです。ミスが4連、パーが1回ということで、もう差し替えたんですよね。ガスなんで私は当たっても163という流れになっております。私はあの後180でバーが当たって、今ビッグが63で当たったという流れです。ちょっと隣もね、友達が打ったので、おー、ありがとうございます。友達の胸をね、あー、今心臓バクバクしてます。ありがとうございます。ありがとうございます。 1G の後ですね、228まで、行っちゃいましたね。よかった、よかった。予定時間の7時はね、過ぎたんですけど、もうちょっと粘ってみましょうかね。はい、あの後すいません、光ってません。終わりになってました。28回転でね、ビッグ来てくれたんですけど、526。まさかね、ここまで上がると思いませんでしたね。一旦これで終了したいと思います。少しあるので、まあ今4000なので4000あればいいかなと考えております。ミスりましたね、今日も。1500円やられました。途中でやめとけばよかったね。最後500はめたのでね。はい、もう帰ります。暗いんでね。ありがとうございました。